ジャパンラテンアメリカントロフィーで優勝、初優勝されました鈴木隼人、高辻夏美組です。おめでとうございます。ありがとうございます。ファンの皆様に対して今のお気持ちをお伝えください。はい、素直に嬉しいです。もう嬉しいの一言に尽きるんですけれども、昨年 JBDF の方に移籍をさせていただいて、2年目になるんですけれども、2年目にしてこのようなエコアール優勝という成績をいただけて本当に光栄だなと思っております。はい、もうやったって感じです。嬉しいです。この競技会の優勝を目指してどのようなことを重点的に取り組んできましたか？5月から私たちはブラックプールに出場するために留学をしていたんですけど、そこでの経験がすごく今の自分たちの練習に生かされていて、そのマインドを忘れないように取り組んでます。はい、今パートナーが言った通り、ブラックプールの経験を生かして、すべて本日はラウンドごと一曲一曲一歩一歩もう全力で取り組むということを重点的にやっていきましたので、その結果が実って本当に嬉しいです。今日の結果に対しての喜びや感謝をどなたにお伝えしたいですか？みんなに伝えたいです。はい、自分たちに関わってくださっている皆様、もうスタジオのオーナー、お客様、そしてコーチャーの先生方に本当にありがとうとお伝えしたいです。それではマスクを外していただいて、はい、今後のお二人の目標とファンの皆様へのメッセージをお聞かせください。じゃあパートナーの先生からいきましょうか。あ、はい、目標はやっぱりファイナルを目指して今年入れたらいいなと思ってます。まず A 級選手の目標としてセグウェイというものがあると思うんですけれども、セグウェイ権を獲得したらば、セグウェイをもう全身全霊を込めて踊っていきたいと思います。そしてよくよくファイナルを目指して精一杯取り組んでいけたらと思っております。ジャパンラテンアメリカントロフィーで初優勝されました鈴木隼人、高辻夏美組でした。どうもおめでとうございました。Thank you.